皆さんこんにちは、早瀬ゆきみです。広瀬すいかです。ラジオシャープ2です。ですどうでしたか前回のは前回はね、結構あの普通オタというか、うん、お便り紹介でね、まるまる1本終わりましたけど、はい、今回はですね、うん、ちょっとこう趣向を変えて、はい、あるゲームをやっていきたいなと思っております。イエーイイエーイイエーイまあそのゲーム、じゃあせいかちゃん紹介してください。本日やるゲームはハァっていうゲームです。知ってますかね皆さん。ね、なんかちょっと流行ったりとかもしてたのかな、ね、とは思うんですけれども、どういうゲームかと言いますと、まあお題の言葉があります、まあうん、このハァっていうゲームで一番メジャーなのがハァっていう言葉ですね。ハァ、ね、っていう言葉を、うん、どんな風に言ったかっていうのがありまして、ね、はい、あのじゃあまあちょっと例題としてね、一番ハァっていうゲーム、例えばまあ画像ここにポンって出ると思うんですけれども、ハァ、はい、A がなんでのハァ、 B が力を貯めるハァ、 C が呆然のハァ、 D が関心のハァ、怒りのハァ、とぼけのハァ、驚きのハァ、失恋のハァと、こういう感じになっておりまして、あの一人がABCDEFGH と書かれているアクションカードというのを引きまして、うんうんうん、そこに書いてあるものを、見て、その A だったらなんでのハァをやるんですね、うんうんうん、引いたのが D だったら関心のハァをやると、うん、でも相手は何を相手が言ってるのか分かんないので、うんうん、あのお題を見ながら今言ったのはこれかなっていうのを当てていくというゲームとなっております。またやってみた方が早い、わかりやすいと思いますので、そうそうそう、ね、あの早速やっていきたいと思います。思います、まあ、時間の許す限りたくさんたくさんやっていこうかなと思っております、うん、じゃあどうする、まず最初どっちがやるか、うん、最初これお題、一つのお題で一人二人、あどっちにしようかな、どっちにする、どっちでもいいよ、うん、一回一回でやった方がいい、一回一回でやる。じゃあゆきみが先に言ってみる、私当てるわ、分かった、うん、じゃあまずお題をね、うん、決めていきたいと思います。はい、最初のお題は何になるかな、どれがいいかな、でで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 選択肢がございます。はい、今きっと出てるでしょ。はい、でこれの嘘の中のどれをやっていくかをまたアクションカードを引いて決めていきます。いきます。これはね、成果は見ちゃいけないから、あと見ちゃいけないからね、そうそうそう、はい、はい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 、何か分かりますとかね、はい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 、分かりました分かりました、じゃあちょっと分かりました、はい分かりました、じゃあお題だけ私も見たいのでね、はい、ゆきみのお題が嘘、うん、A が突然のプレゼントに嘘、 B財布をなくして嘘、 C 相手をバカにした嘘、 D 恋人に意地悪して嘘、 E 衝撃の事実を知って嘘、 F 完全に疑ってる時の嘘、 G ドッキリのネタバラシの嘘、 H 女子高生が相槌に使う嘘。なるほどね、この中のどれかをやると、皆さんも、じゃあ聞いてる皆さんもぜひ、はい、いやこれ声優力が試されるんじゃないですか。大変ですね。わかりました、はい、はい、了解です、はい、じゃあ行きますね、行きますよ、うん、嘘、はい、いやこれ良かったと思うよ、あ、わかる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 、じゃあこれ、じゃあせーので言う、揃ったら当たりってことじゃん、そうだね、それか私がこっちって言って正解ですってやるか、そっちにしようか、じゃあ私が、君がやってるのか、これかなと思ったのは、F の完全に疑ってる時の嘘。正解でーす。いや、これは結構分かりやすかったんじゃないかな。分かりやすかったですね。うん、うまかったでしょ。嘘って言ってましたね。ありましたね。はい。じゃ続いて、出ましたかね。あ、はい、はい、こちらになりました。はい、了解です。はい、私のお題はなんでですね。はい、A 手品に驚いてなんで、 B 不機嫌になんで、 C 自分を責めてなんで、 D ありえないのなんで、 E パニックになってなんで、 F わがままのなんで、 G 振られた時のなんで、
H カレー屋の注文でなんで何の方ね。ああなるほどね。なるほどね。じゃあこれの中で、はいはい、私がやるものになりますね。ないかな。これさ、物によるよね。本当どれになるか。マジでそれよ。カレー屋のなんでだったら絶対わかるもんね。だってなんで。でもさ一緒じゃないやっぱ音は。なんで。ああ確かに。はい。わかりました。決まりました。いいうわこれ難しいな。なんでね。はい。わかりました。じゃあ成果のなんでお願いします。じゃあ他のお題とねやっぱ一緒にならないとき。うわこれ難しいな。いきます。はい。なんで。待って。うわこれ絶対わかんないと思うんだけど、やらかしたかもしれない。やらかしてるな。いや、あのね、A ではないね。手品に踊れての A なんでじゃないし、不機嫌にも、ちょっと、違う気がするな、アプローチの。自分を責めて。自分を責めてか、うん、いっぱいあるな。ありえないのなんでは、もうちょっとこう、驚いてる感じが強いと思うんだよ。なんか、割と、責めというか、相手に向けてる感じじゃなかった。いや、パニック。パニックじゃない。わあ待って、わかんない。わがまま。振られた時のなんでは、あれだったらちょっと、あれだったらちょっと違うな。めちゃめちゃさ、うん、振られると思ってなかった時のなんで、なんでってなるじゃん。違うね。よっしゃ、わかりました。はい。私の予想は、うん、C の、うん、自分を責めてなんで。だか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 。ブブーン。待って。正解は、F。わがままのなんで。ブブーン。正解は G。振られた時のなんで。めちゃめちゃ往生際悪いやつ。振られた時になんでってどうって言うの？振られた時って往生、なんでって言ってさ、やっぱ往生際悪い時になんでって言うんじゃないの？なんて言うの？私だったら、振られた時。うん、なんで？やばいやばい。でも絶対振られると思ってなかったやつ。絶対、正解ないわ、これ。ごめん、せめてごめん。せめてごめん。なんで？なるほど、そっちのね、うん、アプローチの仕方が違いますね。感情高ぶりまくってたね、確かにね。はい。これ、どっちにポイントが入るシステムなんだろうね。確かに。まあでもいいんじゃない？ポイント云々は。ポイント云々はもう皆さんも一緒に予想して楽しんでもらってというだけでね。はい、じゃ続いて私ですね。はい、これマジ、お題によるよ。よるね。結構なんか近かったよね、うん、選択肢が今のは。はい、続いてが。はい。ふうですね。A、疲れてふう。B、熱いものを冷ますふう。C、テンションが上がってふう。D、課題が終わってふう。E、手についたゴミを飛ばしてふう。F、お風呂を出てふう。G、ろうそくを消してふう。H、ギリギリセーフのふう。あー。これ結構難しいんじゃない？だいぶむずいと思うよ。なんか、似てるの結構多い気がする。うん、そのさ、なんでとかさ、うん、はぁとかじゃないからさ、うん、なんか一息じゃん。ふぅとかさ。あ、音だから、ね、っていうかって感じだね。はい、あー、了解です。うわー。うわ、待って、むずいぞ、これは。いや、待って、めっちゃむずいと思う、これ。よし、じゃあ、うん、いきますね。うん。他のものとな。よし、いくよ。はぁ。うわー。あ、いや、でも、うん、いや、これじゃない？わかる。わかる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 。わかるよ。わかる？私、わかるわ。ほら。感じとるわ。成果の予想どれですか？うん、A の、はい、疲れて風だと思います。でで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 で。正解でーす。イエーイ。感じ取った？感じ取った。全然わかったけど。うまいでしょ。うん、いや、課題が終わっての、と疲れてがちょっとワンチャンごっちゃになるかなと思ったけど、私課題が終わったらなんかもうちょっと晴れやかな感じが、あーみたいな、終わったみたいな感じの風かなと思ってたから、いやでも疲れてたな。素晴らしいですね、感じ取りがね、うん、やっぱね、うん、分かってるんですよこれね、聞いてる人もね、うん、参加型ですからね、一緒にちょっと当たってるかなと言っていただきたいんですけども、はい、次の私のも、はい、
感じ取って。わかった、感じ取る、感じ取る。私はきっとさっき振られたなんでは、うん、あんな感じになるんですよ。ね、うん、はい、ということで、続いてが、はい、にゃーですね。うわー、むず。A、捨て猫のにゃー。はい、B、猫に向かってにゃー。C、甘えたにゃー。D、リアル猫のにゃー。E、混乱した時のにゃー。F、威嚇のにゃー。G、眠い時のにゃー。H、かわいいにゃー。これはさ、どういうことなの？その猫サイドでやってるってことなんかな？え、猫の気持ちで。猫の気持ちで、人間が猫やってる、うん、あの、シンプル痛い人なのかわかんないけど。だって混乱した時ににゃーっていう人やばない？やばいね、確かに。でしょ？猫サイドってことかな。え、これ絶対伝わらないんだけど。でもね、せいかなんか前さ、仕事で猫の役やっててめちゃめちゃあれだもんね。あの、混乱してたもんね。そう。はい。うわぁ、むずそう。いきますか？いきます。はい。みたいな。モスキートみたいな。待って。伝わるかな？捨て猫の、うん、あ、捨て猫アンチあるな。でも猫に向かってじゃない。で甘えたでもない気がする。うん、リアル猫は、もうちょっと、多分、リアルにできると思う。私は成果はね。混乱した時。いや、ワンチャンあるけどな。混乱した時のニャー。これが意味やから、そもそも。威嚇のニャーはない。あうん。かわいいも違う。うん。眠い時。はい、わかりました。はい。私の予想のニャーは、捨て猫、A の捨て猫のニャー。ドゥ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 。正解！あーやだー。もう、あの、行きたいそうで今にもね。今にも拾ってもらわなきゃ、ね、大変な時のニャーでございました。あの、雨のね、そう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 、見えた、情景が。情景が見えましたよ。もうね、うん、2回連続でね、うん、あの、分かってもらえなかった。私は悲しくてね。ね、泣いてしまうから、ね。混乱じゃなくてよかったね。ニャーみたいな。ニャーみたいな感じになりますね。はい、続いて。はい。続いての林さんのお題が、こちらですね。プー。うわ、プープープーちょっと、あの、選択肢読み上げさせていただきますけど、うん、はい、プー。A、怒ってのプー。B、おならのプー。C、可愛くプー。D、おかしくてプー。E、力が抜けてプー。F、色っぽくプー。G、ラッパのプー。H、膨らんでプー。プーって何？何だよね、本当に。はい。プー。プー。プー、プー難しくない？そもそもだってね、うん、使わないからね、うん、普段。はい、じゃあ。いやー、プーとか言ってたら。ちょっと、何より、怖い。なんかあったってなるよな。うん、体調悪い？ってなるから。どうですか？はい、わかりました。待って、わかんないな、これは。わかるかな？はい、いきますね。はい。林さんの、プーまで。はい、3、2、1、9! でも、これさ、これ一択じゃない？いや、ワンチャンの、ワンチャンの。ワンチャンも、ワンチャンも一回。吟味して。わかった。じゃあもう、うん、ワンチャレンジね。うん。もう一回いくよ。うん。いきます。はい。おーおーおーもうこれ、うん、これさ、あの、絞り出された時の、おなら。力が抜けてプーってなんだ。わかん、力がもしかしたら抜けてるかもしれない。ワンチャンあるからね。でもやっぱり、私は、D の、おならのプーだと思います。はい、もうなんか最初のブッからもう、おならかなとは思ってるんですけれども、正解は、はい、B のおならのプーでした。当たりですね。当たりですね。
おならでしたもん。あの、絞り出したバージョンのやつをね、うん、あの、そっちのじゃない方をやりたかったのよ。あの、音出ないタイプの、サイレントだけどちょっと出ちゃったバージョンがやりたかったんだけど、やめとこう、この話。めちゃめちゃおならについて熱弁してる女性声優になっちゃいましたね。はい、じゃあ続いて、まだね、時間的には大丈夫そうなので、はいはい、続いて、まだ続けていきたいと思います。続いて私のお題が、頑張れ。頑張れ。お、いいじゃん、言葉で。A、見下して頑張れ。B、軽く頑張れ。C、熱く頑張れ。D、明るく頑張れ。E、遠くに向かって頑張れ。F、怒って頑張れ。 G、 色っぽく頑張れ。 H、 辛いけど頑張れ。あー、なるほど。でもさ、遠くに頑張れとかだとさ、一瞬で、ね、そうだよね、距離感ね出せますよ、きっと。それは出せますよ。いやー、これ、いや、いいと来てほしいな、うん、でも分かりやすすぎてはね、あれですから、うん、ね、ちょうどいい塩梅のものが来てくれたらなと思っております。決まりましたか？決まりましたね、はい、いきます。はい。頑張れ。おー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 、見下してはない。見下してはないでも、うんうん、軽くでもない、熱くも違うの。いやー、これはでも一択じゃないですか。いや、これ行きましたね。いや、待って、でもさ、いや、辛い、ちょっとあります。辛いけどバージョンもあるよね。辛いけど、うん、意外と辛いからこそ明るくバージョンもある可能性もある。なるほどね。ただ違うと思う。ただ単に、うん、D、 明るく頑張れ。はい、正解は D の明るく頑張れでございます。合ってるよね。合ってるよね。よかったよかったよかった。明るくだったね。明るかった。得意分野でしたね。得意分野でしたね。そうですね、こちらは。はい、ね、時間的にもまだいけますね。まだいけますね。じゃあ続いて林さんは何を出すのでしょうか。結構ね、結構何周した？結構周やったね。結構やったね。でで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 でーん。ということで、早瀬さんのお題が、んーです。お。A、ふかふかのお布団に入って、んー。B、考え込んで、んー。C、納得の、んー。D、我慢して、んー。E、うんざりして、んー。F、ちょっと違うなの、うん。G、 しぶしぶ同意の、うん。H、 おいしいの、うん、です。あー、でも結構わかりやすいんじゃない、これは。そう、うーん。それね、それですね。うーん、いやー、これは、うん、大事ですね、林さん。そうですよ。うんって、だってめっちゃ短いからね、言葉としては。そうだよね。なんでとか、はあとか。おー、了解です、了解です。あー、了解です、わかりました。お、あー、了解。これはちょっとね、力がいい、見てはい、どうぞ。いきますよ。じゃあ、私のうんです。いきます。これちょっとさ、完璧だ。完璧のうんを納品できた、私は今。今もう完璧だった、自分で。2回目。そうそう。いや、なんか何個かあって、今パーって見て、うんうん、ちょっと我慢してるのかなみたいな、あー、うーん、そっちでもいいよみたいな、うん、で、うんざりしてではないかなと思うんだけど、うん、ちょっと違うなの、うんもありそうだなって思って。あー、そこな、確かにね。と、しぶしぶ同意のうんですね。まあ、これどこかですね。なるほどね。どうしよっかな。でも多分納品できましたって言ってる、うん、あのなんか感じからすると、はい、G のしぶしぶ同意のうんかなとは思いました。はい、正解は G でーす。いやー、合ってまーす。いや、完璧だったよ。もう、そう、大満足、大満足。それ踏まえてもう一回再、もう戻してほしい。もうそれに聞いてみてほしい、うん、聞いてみてほしい。ぜひぜひ。じゃあ、いいんじゃないですか。しぶしぶ、あの、早瀬からあの、うんが聞こえたら、うん、もうしぶしぶ同意してるよと。しぶしぶ同意して、うーん。なるほどね。本心はね、隠してる感じをね、厚みを出しました、お芝居に。はい、それでは。ドスルーされた。
はい、続いて私のお題が、はいでございます。はい、おうおうおう。 A ノックされた時のはい、 B 聞き返す時のはい、はい、C 出欠確認の時のはい、はいはい、D やる気のないはい、うん、E プレゼントを渡す時のはい、 F 怒られている時のはい、 G 驚いた時のはい、 H 告白 OK の時のはい。うわー、これだいぶ違うよお題で。あ、 A B C D E F G H のね、うん、何が出るかによってだいぶ、だって、いやー、ポジティブなはいもありますし、うん、告白とかだったらもうね、うん、その初々しさもね、すべて声にあなた乗せられる。乗せられる。めちゃめちゃハードルが上がっておりますが、じゃあ私はこちらになります。はい。あー、これ絶対わかる。わかる？うん、任せて。任せて出ました。いきますよ。はい。はい？あー、わかりましたね。これ簡単だね。超簡単。これ超簡単だ。じゃあいきますよ。はい。今のはいは、B、聞き返すときの、はい。正解でーす。これはもうね、もうお題に助けられますね。完璧ですよ。はい、でしたね。もう完全に、うん、え、ちょっとさ、はい、やりたいからさ、あ、いいよいいよ、私もさ、アクトカード引く？いや、もうあの私が決めるわ。え、何をやってるか。分かった分かった分かった。はいね、うん、難しいのがいいな。はい、うん、オッケーオッケー、決めた。今のはい。いいよ。はい。お、これは、うん、D、やる気のないはいですね。え？ F、F、怒られてる時のはいです。あれ？はい。はい、超不機嫌じゃん。めちゃめちゃ怒られてる時、反省しろよ、あなたは。え、違うか？はい。とかじゃないの？そっちじゃなくて、はい、すいません、とかの。はい。はい。すいません。超怒られてる時不機嫌じゃん。怒られそうな人たち。じゃあ続いて最後ぐらいにしてみますか。最後ぐらいにしてみますか。じゃあ、いいよ、好きなお題でいいよ。いいの？うん、選んでいい、残ってるやつから。どうしよっかな、どうしよっかな、難しいのがいいよな。はい。じゃあ、これにします。そんなにしますね。わー、そんなということで。はい、うわ、結構、あ、そうだ、そんなのね、うん、紹介しなくては。はい、そんな。A、値段が高くて、そんな。B、裏切られて、そんな。C、信じられなくて、そんな。D、照れて、そんな。E、自動ドアに挟まれて、そんな。F、追い詰められて、そんな。G、落ち込んで、そんな。H、驚いて、そんな。自動ドアに挟まれたら、まあそんなってなるよな。え、自動ドア挟まれたことある？ない。いや、反応しないことの方が多いかもしれないな、自動ドア。あ、自動ドア、ある？開かないみたいな。開かない。あのね、エレベーターとかよくある。あ、みたいな。エレベーター。なんか死ぬほど早いやつ。あの、じゃ誰もまだ開けるボタン押しといてくれんかったの、うん、みたいな時、ってなる。あるね。気まずさマックスの時ありますね。なるほど。はい、わかりました。はい。上がりましたよ。じゃあラスト、はい、綺麗に締めくくっていただきたい。はい、いきますね。はい。いや、そんな。え、ちょっと待って、これはね、これはちょっと難しくない？これ一回こう誰に言ってるのかっていうのをね、あ、確かに確かに、一回考えてほしいね。そんな、そんな、うわ、うわ、難しい。皆さんも考えてください。裏切られて、信じられない。いや、まさかのドアに挟まれてるかもしれん。ワンチャンドアに挟まれて、うん、やっぱなんかちょっと、届けてるっていうよりかは、やっぱ一人ごとっぽいから、うん、こう、うん、そんな、挟まれることあるみたいな。受け入れられない、ね。そうそうそう。自分の状況をね。追い詰められたら、もうちょっと大きく出る気がしてて。うんうんうん、危機感が出てて、うんうん、落ち込んでたらもっとあのなんか悲壮感が、そうだね、驚いてもそんなテンションじゃなかったから、うん、やっぱ裏切られて信じられなくて、うん、自動ドアに挟まれて、こう言ったんですね。どうですか？でも裏切られてたらもっとなんか、でもどうだろう、裏切られたことに対して悲しいと思うか、やり返してやろうと思うか、うん、そうそうそう、で信じられなくて、うん、うわ、難しいな、これ。いや、これいいとこついたんじゃないですか？私は。いや、あのね、これは、わ、うん、かりました、はい。多分これだと思います、私。はい、いい。自動ドアに挟まれて、そんな。
正解です。感じ取ってくれた。感じ取りました。ガシャンじゃん。そう、信じらんないのよ自分の状況が、うんうん、そんな、 なんかそうそう、何が起こった今みたいな状況をちょっと今ね皆さんにも想像してもらいたいなと、うん、いいお題引きました ね、 ましたね。最後の最後に、はい、ということで、ハーというゲーム30分やらせていただきました。だいぶやったね。お題だいぶやりましたね。たよ、どうですか皆さんもね、うん、なんかやってんな、なんで、なんていうのやってんなじゃなくて、皆さんもね、うん、予想しながらね、うん、楽しんでいただけてたら嬉しいんですけど、当たりましたか皆さん。当たりました。私たちの気持ち届きましたでしょうか。それが今略されちゃった。当たりました。あ、しました、うん、しましたね。ね、はい、ということでね、うん、まあ、好評でしたら、うん、まあまあシリーズ化じゃないですけど、まだたくさんお題あるんでね。そうね、もう 2,3,4 まで出てる。4まで、ハーっていうゲームね、シリーズ出てるので、はい、もしまたねあればちょっとねやっていきたいなと思っております。でまあラジオでねこんなことを話してほしいなとか、うん、やってほしいなとか、企画とかもね、うん、ラジオなのでちょっとこうできることはまた映像とはね変わってくるんですけど、うん、なんかよくよくじゃないや、あればもしあれば送ってきて、うん、くれると嬉しいです、はい、YouTube のコメント欄がいつでも待ってますんで、はい、お願いいたします。よろしくお願いいたします。ということでそろそろねお別れです。です、です。以上、早瀬ゆきみと広瀬せいかでした。バイバーイ。